皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということですね、このね、こいつ、これこれアレン、アレン、どうも、こんにちは、アレンです。あの、アレンっていう犬を飼ってるんですけど、実はこのアレンが今日我が家に来たっていう、今日ね、実は記念日でございます。ということで、今日はイオンさんのイオンペットっていうお店があるんですけど、そこでちょっとアレンにプレゼントを買ってきました。てってれー。ワンちゃんが着る冬用洋服。お前完璧もう、完璧無視やな。はいはい。はいはいはい。てってれー。犬も食べれる天然酵母パン。今日は記念日なので、お祝いに買ってきたので、ちょっと着せようと思います。ね、イオンペットさん結構いいんですよね。3000円くらいだったんですけど、生地は結構こんな感じのね、モコモコの生地のペットをね、着るようになってます。前はね、足通すだけで、ここはこういう感じなので、多分結構簡単に着れる感じの服になってます。怖いな、怖いな、これどうやって着せる、どうやって着せますか。よし、はい、これの右手を、おい、ちょっと、これこれどうして、あれじゃあお座りはぼう、お座りはぼう、通った、てってりー。フードかぶせるとこんな感じですね。あったかやー、あったかやー。なんかこんな感じで結構気に入ってくれてるみたいですね。犬も食べれる酵母パン、イエーイ。結構普通の人間のパンみたいなパンです。うん、うまい。結構ね、普通の人間が食べるフランスパンと同じような味ですね。おさり、待て、よし、うん、結構美味しいですね。トロピカーナスーパークリンググレープ。あー、クリスマスとかにいいかもしれないです。ウィということでね、今日はなんかこんな雑談みたいな動画だったんですけど、この犬のワンちゃんの洋服の紹介でした。はい、ということで今日はこのワンちゃんも着られるこの洋服の紹介でした。あの、このイオンペットさん、うちいつもトリミングとかもやってもらってるんですけど、すごい親切でとてもいいとこなので、皆さんもペット飼ってみる方はちょっとこれからね、ぜひぜひ利用してみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイバーイ、はい、ママン。あれ、お座り。記念日って大切ですね。